声空気にアイドル永遠の30歳あやはねまやです。今回は去年に引き続き宝塚音楽学校の受験の願書を買ってきました。こちらです。じゃーん。ということでこれを今年も皆さんと一緒に見ていきたいと思います。すごいよね。去年はね黄色い感じで、あのみんなのポーズがねこう手を広げる感じだったと思うんですけど、すごい皆さん素敵なポーズをとって写真になっております。これがね、私が買ってた時のね願書よりもすごい豪華で、クリアファイルみたいになってるからね、これもなんかちょっと受験生のお守り的にね、自分のなんかこう課題曲の楽譜を入れておいたり持ち歩くのにもいいですよね。すごいしっかりしたねクリアファイルになってます。じゃんね。では中を見ていきましょう。資料がねたくさん入ってます。こういう感じでたくさん入ってます。まずは受験者用の振込用紙が入ってます。ちょっと写していいのかわかんないので数字っぽいところは隠しますけど、これは受験をするのにお金を払わなきゃいけない受験の費用、なんて言うんだろう、受験料の振込用紙ですね。1万円と書いてあります。他にも健康診断表、これは私の時もやったんですけど、あのお医者さんに行って健康診断してもらって身長とか体重とか血液検査したっけしてないわ。これはお医者さんに行ってちゃんと書いてもらうための診断書ですね。そしてこれ履歴書、これはねもうしっかり書かなきゃいけないです。こういう風になってます。2019年度入学願書とねちゃんと書いてるので、もうこれ専用のものになってます。写真を貼り付けたり住所を書いたり年齢を書いたりしながら、ここにレッスン歴だとかのクラブ活動とか受賞記録、その他自己 PR とかも書くところがありますね。自己 PR って書くところあったかな、私たちの時。あの一次試験が面接だけなので、もうこれはすごい重要になってきます。あの皆さんしっかりね書いて、あの書けることをねしっかりと書いて出した方がいいと思います。綺麗な字でね。でこれ1枚しか入ってないので、まあ、失敗したら買えばいいと思うんですけど、2000円なんですよ願書が。だからもう失敗しないようにまずはこれを1回コピーして下書きしてからこれで清書するとかした方がいいです。修正ペンとかはなるべく使わなくてもいいぐらい丁寧に丁寧に書いてください。これポイントですね。そしてこう送るための、それを送るための返信用封筒と、あこれは受験票を送り返してもらうための封筒、そして2019年度入学案内書いてます。今年もこの後ろにね、これ毎年やりますけど宝塚音楽学校の校歌が書いてます。白雲なびく廊下の松の緑にいや生えて、山修霊の聖を浮く我らは乙女、学びやは過激の国の宝塚、過激の国の宝塚、書いてますね。そしてここには小林一三先生の写真とともに、清く正しく美しく、その小林一三先生の教訓などがね書いてあります。そして、生徒入学案内、今回の募集の内容がしっかり書いてますね。募集人員女子40名、今年も40名です。2000年4月2日から2004年4月1日までに生まれ、待って私宝塚歌劇団に入団したのが2004年なんだけど、もうその年に生まれた人たちが入る年齢になるの、すっごい時代は経っていきますな、移りゆくな。
いろいろ書いてますね。一次試験と二次試験の受験料のこととかもしっかり書いてますので、しっかり読んでもらったらいいと思います。で、試験方法もしっかり書いてます。一次試験は面接、二次試験が面接歌唱舞踊、三次試験が面接と健康診断になっております。こういうの見ると毎年なんか私も緊張してくるね。入学についての、ちゃんと入学金だったりとか授業料とか、そういった細かいお金のこととか心配なさってる親御さん、ご家族の皆さんいらっしゃると思いますけど、それについてもね、本当に何も隠さずにというか当たり前だけど、しっかりここは学校法人ですので書いてありますので、安心してね、しっかり見ていただけたらなと思います。おお、音楽学校の学則も抜粋でここに書かれてます。この辺もね、しっかり読んでいくと音楽学校は、ね、どんな学校かとかしっかりわかると思います。あ、待って、これもある。入学案内と学校案内もしっかりある。あ、これも結構しっかり書いてあるけれども、その他にもそのどんな授業があるかとか、あ、すごい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 、どんな学校なのか、どんな授業があるのか書いてます。あ、写真もね載ってますね。この写真は撮りましたよ、私も撮ったわ。これ音楽学校の時、懐かしいね、すごいね。ね、このどんな行事があるのかとか、撮った、これクラーク博士の前、撮った修学旅行はね、本科生の修学旅行は必ず北海道なんで、必ずクラーク博士の前で写真撮るんで、変わってないですね。すごいすごい。おお、こういうの見てね、本当夢が膨らむのでね、これじっくり読んでもらいたいと思います。そして受験で一番ね、重要になってくるこの資料の中でも、自分が受験するのに歌唱試験の時は課題曲があります。その課題曲をね、知らなきゃいけない、この重要な楽譜も入ってますね。今年の課題曲は何だろう。これはすごい。ちょっと待って、これ言っていいのかな、わからないんですけど、なんとちょっとネタバレになるからな。とね、願書を買った人がこれを見てね、今回の課題曲はこれだって分かった方がいいと思うので、何かとは言わないんですけど、なんと今年の課題曲の中に宝塚のあるミュージカルの曲が入ってます。すごいね、これ幅広すぎでしょ、課題曲。これはちょっと嬉しいかもしれない。まあ、どの曲をね、7曲あるので、どの曲を選ぶかは、まあ、皆さんの、なんだろう、自分のもう歌いたい曲っていうのはもちろんだけど、自分の声の、音域とかに合わせて選んだらいいと思います。すごいね、びっくりしちゃった。ということで、まあ、いろんな思いで今受験にね、向かって頑張ってる人がいると思いますけれどもね、願書を買った皆さんもね、しっかりこれを読んでおいてね、親切なところがね、毎年こうやって受験に必要な持ち物のチェック表とかがありますので、これをちゃんと見てチェックして、持ち物をしっかりと持って、忘れ物しないでね、済むように、これをね、しっかり見ながら行けば安心していけると思います。皆さん、いやー、この願書は毎年ちょっと買うとドキドキしますけれども、皆さん頑張ってください。